アンダーソン極材は物質中のポテンシャルが無秩序な場合に電子の波動関数が空間的に極材する現象のこと。1958年にフィリップ・アンダーソンがその可能性を初めて指摘した。その後、ネビル・モッドが多くの物理的考察を行い、その多くが実験などによって実証されているため、現在では無秩序系における 電子物性の基本的性質と考えられている。極材状態とそうでない状態はエネルギー的にはっきりと分かれており、その境界のエネルギーのことを移動度端と呼ぶ。フェルミ順位が移動度端の上か下かで電気的性質が大きく変わる。また、長さや時間のスケールを変換して普遍に保っている性質を取り出す理論をスケーリング理論というが、 アンダーソン極材においては、このスケーリング理論によって多くの理論的考察がなされた。アンダーソンはこの功績からノーベル賞を受賞している。電子の固有状態はその乱れたポテンシャルにより散乱され、散乱された固有状態同士が互いに干渉することによって空間的に極材化する。つまり、 単純にポテンシャルによって極在するような単なる束縛状態ではない。ありがとうございます。